はい、ではならないかもしれません。引っ掛けさせました。ショートの石川が取ります。二塁は一塁はどうだ。いやセーフだ。二人ランナーが帰ってきました。二人ホームインです。これ今セカンド何してるんですかね。今石川が取って二塁に投げようとしましたがカバーがいませんでした。いないんですよ。梶谷は一塁方向に何で行ってるのか意味が分からないですけどね。まあ慣れてないポジションといえばそうなんでしょうけどね、石川が取って、まあ、距離の近いこの二塁に投げようとしたんですが、そうですね、はい、あ梶谷は一塁のいや行く必要ないですよね、そういうところですから、いやちょっと信じられないプレーですね。結局投げることができませんでしたので遅れてしまいました。ただカープのランナーもツーアウトですからね。まあ、でも二塁ランナーがね、いい本当にスタート切ってますね。よくホームに帰ってきました、はい、2点を追加しています。6対1です。